リペアテック超軽量 MA1 タイプジャケット。 MA1 なんですけど、撥水のパンツこの間紹介したと思うんですけど、それと同じって言っていいのかな、そのノリで、205g の超軽量の MA1 タイプジャケット、まあ、あのリペアテックがこれに必要かどうかはちょっと僕は分からないです。というのもダウンとかは穴が開いちゃうとそこから中綿が出てくるからリペアテックである必要があると思うんですけど、ここまで軽量な素材だったら別に穴が開いてもよくねっていうところではあるので、そのリペアテックの是非はちょっとひとまず置いといて、ただ、こちらなんですけど、20回洗濯しても持続する優れた撥水力と、これもね卵型の収納ということで、今期ね結構この超軽量すんごい軽いもうシャリシャリの素材のあのアイテムっていうのは結構ワークマン作っているので、力の入りようを感じ取ることができます。まあちょっととりあえずコーディネートは置いといて、まずこちら着てみたいと思います。これで LL ですよ、びっくりだ。着丈ほらこんぐらい、着丈の短い MA1 を何で合わせるか答えなさい。全部黒で下に超バギーなパンツを持ってきまして、さっきからちょっと横着してエクストラファインメリノのセーター、これ自体の着丈がすんごい短いんで、全体的にはハイライズ上でバランス取るような感じ。あでもいいな、普通に着るとこれやっぱ結構難しいっすね。あの着丈がとっても短いので、超スキニーパンツとかに合わせてあげるか、こんな感じであの下にバギーを持ってきてあげてバランス取るのがいいんじゃないかなと思います。どうだろう、ほら締めてもこのぐらいのバランス感だったらこれはこれでありだと思いますよ。上コンパクトにして下ボーンっていう、これであのボトムスにもイージーパンツとかそれこそシェフパンツとか持ってきちゃうと中途半端感が否めないんですけど、このぐらい太いパンツを合わせてあげるとこういうシルエットに、いわゆるまあ A というかシルエットになるので、もうちょいあったかくなったら太めの、これもなんか T シャツなんですけど、これめっちゃ軽いから軽く日焼け防止のために羽織るぐらいの感じでもいいから、ノリとしてはねカーディガンです、これアウターっていうよりは。でもこんだけ軽いサラサラした羽織物っていうことなので、全然これでもいいんじゃないかなと思います。で例えば春とかになったらキャンパーモックからちょっとこういうキャンバススニーカーみたいなのに変えてあげる。おいいですね、割とこれ僕好きっすね。でこれもちょっとめくってあげて、夏前ぐらいかな、5月6月ぐらいの、もちろんその色はねこれダークトーンではあるんですけど、スニーカーとかでちょっと軽さを出してあげて腕まくりとかしてねっていう風に使うのにこれめちゃいいですよ。これカーディガン的にちょっとしたこうカーディガンとしてなんか着ることができるけど、まあ一応 MA1 だからわりかしかっこいい目には着ることができるので、今なんかちょっと勢いとノリでこの格好やってみましたけど、僕はとっても好きですねこの格好。リペアテック超軽量 MA1 タイプジャケット、お値段なんと1900円、安い。あだしそうか、あの撥水だから、それこそ5月6月の梅雨の時期に雨ちょっと降ってきましたっていう時にこう羽織るものとしてはとってもいいんじゃないかなと思います。そう、冷房対策に超いいと思います、羽織るにはいい。女性もいけそう、うん、女性いけると思います。これはいかんせん着丈がもともと短いのでサイズ選びちょっと難しいかもしれないですね。なんか一回着てみた方がいいかもしれないですね。シンプルなアウターですので、あのそういう撥水機能も考えるとありだと思います。本当にね超薄いですよ。ということで、こちらも MA1 タイプジャケットのコーディネートでした。いいなこれ、ちゃんとねここにお気持ちの MA1 デザインがアクセントがついております。カーキもいいよねきっと。あでもカーキって確かここが切り返しになってるんだっけな、超軽量の軽さを実現しているのは独自素材だそうですね。程よくマットな表情ですが、引き裂き強度が 1.5倍というワークウェアならではの機能性。あカラーバリエーションはブラックのほかオリーブグリーンとリバーグリーン、リバーグリーンちょっと分かんないな。あ襟と袖が切り返しで黒か、これなんですけど、先週もパンツでやるっつってやんなかったことを思い出したんですよ今。こここのちょうど背中の部分にこのこれがあるんですよ、このなんか謎のメッシュが、これの中に突っ込むんですね、開口部を裏返す。
これいきますよ。開口部を裏返して、てってれ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 てあれね、あのこのパッカブルならいいっすね、楽だわ、何も考えなくていい。てってれしまいました。エッグシステムだから、それこそあのなんだろうな、旅行とか行く時にまあちょっと雨に降られたり、あんまりちょっと今思いついた用途があまりに特殊すぎたんであれなんですけど、フェリーに乗りますと結構あの5月6月とかにフェリーに乗ったとして、結構やっぱ船の上って風寒いじゃないですか。でしかもこう潮風が吹いてきた時に撥水加工の、こういうシャカシャカ素材を忍ばせておく、リュックの中に。今までの全てじゃないんですけど、こういう僕がポケッタブルパッカブルの嫌いなところって、小袋がついてたりする、ベローンって。それはもうね、絶対になくすし、スマートじゃないからやりたくないんですけど、これはしまい方も楽だし、しまわれた状態もこんだけコンパクトで、しかも 205g ということで、これはねいいかもしれない。で戻しますよ。ほら戻ったじゃん。はい、種も仕掛けもございません。ということで、あのアウターとして考えるとちょっとなんかシルエットとかサイズ感がっかりすることもあるかもしれないんですけど、こういうねあの出先とかの軽羽織っていう意味で考えると MA1 だし、なんかとりあえず何でも合わせられるデザインなので、この辺はすごい良かったなと思います。ほらまあカーディガンみたいに着れるしね。リペアテック超軽量 MA1 タイプジャケット LL の1900円でございました。